その子がどうなったのか知っているのか。聖豪騎士は審問の後処刑するって言ってた。でもね、キリト、僕は彼女が生きているって信じているよ。アリスは王都のどこかで必ず生きている。アリス、なんでだ。またありえないはずの懐かしさを感じる。でも俺はアリスと個人的な関わりを持ってはいない。それに何よりも驚くべきはユージオの言動そのものだ。彼は単純な NPC ではない。豊かな表情や自然そのものの受け答えは本物の人間としか思えない。探しに行ってみたらどうなんだ。あ、その王都に。あのね、キリト、このルーリットの村はノーランガルス北帝国のさらに北の端にあるんだよ。ここから南の端にある王都までは早馬を使っても1週間もかかるんだ。それに天職を放り出すのは禁忌目録違反だし、つまり僕が王都へ行くのは無理なんだ。これでこの木を切り倒すんだ。この木の名前は神聖語でギガスシダーって言うんだ。でも村の人たちは悪魔の木って呼んでる。そう呼ばれる理由はこの木が周りの土地からテラリアの恵みをみんな吸い取っちゃうからなんだ。村の人々は森を開いて麦畑を広げたいと思っているんだけど、この木がある限りいい麦は実らないからね。そこで友情がギガスシダを切り倒す仕事についているってことか。うん、刻み手って言うんだ。僕で7代目なんだけどね。7代目だって。そうだよ、悪魔の木と呼ばれているだけあってギガスシダは恐ろしく硬いんだよ。普通の鉄の斧じゃ一発で刃こぼれしちゃうから、この竜骨の斧を使っているのさ。とはいえここまで刻むまで300年、僕の代でも終わらないだろうね。そうだ、いいものを見せてあげるよ。23万2000。これがギガスシダーの店名なのか。まあ木を刻むたびに店名は減っていく。でも夜の間にこいつは1日がかりで刻んだ深さの半分を埋め戻しちゃうからね。つまり自分で店名を回復するってことか。だから僕が毎日斧を振るっても1年で減らせる天命は600程度なんだ。うえ、だからユージオの代じゃ終わらないのか。仕方ないよ、相手はただの木じゃない、巨人の多すぎなんだから。ギガスシダ、巨人の杉。つまり日本語以外英語やその他の言語を神聖語という括りに入れているのか。それじゃ僕は仕事に戻るよ。あのさ、ユージオ、俺にも手伝わせてくれないか。え？あ、ほらパンも半分をもらっちゃったしさ、仕事も半分手伝うのが筋だろ。
うん、まあ天職を誰かに手伝ってもらっちゃいけないなんて掟はないけど。それじゃあお願いしようかな。でも案外難しいんだよこれ。やってみなきゃわからないだろ。これで終わりだよ。午前と合わせて1日2000回ギガシダーを叩く。それが僕の天職なんだ。キリトも筋がいいよ。最後の方は随分いい場所に斧を当てられていたしね。いや、でも友情が一人でやればもっと早く終わっただろうな。足を引っ張って悪かったな。気にしないで。この木は僕が一生かかっても倒せないって言ったろ。さ、村へ行こうか、キリト。それじゃ。ああ、ねえ、それじゃ。そういえば、なんで村に衛士がいるんだ？一体何から村を守っているんだ？主に獣とかだよ。たまに村の近くまで来ることがあるからね。あとは当然、闇の軍勢から村を守る。闇の軍勢？ほら、見えるだろ？あそこ。あれが果ての山脈。あの向こうにソルスの光も届かない闇の国があるんだ。闇の国にはゴブリンやオークみたいな呪われた亜人やいろいろな恐ろしい怪物が住んでいるんだ。もちろん山脈を守る聖号騎士が侵入を防いでいるけど、ごく稀に地下の洞窟を抜けて忍び込んでくるやつがいるらしい。というか、キリトはそんな当たり前のことまで忘れちゃったのかい？
ああ、なんとなく聞いたこともあるような気がするんだけどな。そっか。早く記憶を取り戻せるといいね。それじゃ。さあキリト、教会に着いたよ。中でシスターアザリアに事情を話そう。ユージオ、セルカ。セルカ、彼女は教会に住み込みで神聖術の勉強をしているシスター見習いだよ。その人は？彼の名前はキリト。ベクタの迷子らしくて、しばらく教会に泊めてやってほしいんだ。ベクタの迷子？わかった、シスターアザリアに話してみる。セルカはアリスの妹なんだ。アリスも教会で神聖術の勉強をしていたんだ。彼女は優秀で、村始まって以来の天才って言われていた。あ、そうだったのか。ようやく一日が終わった。シスターアザリアや村人たちは初めこそ俺に疑いの視線を向けていたが、ベクタの迷子であることを伝えると拍子抜けするほどあっさりと俺を受け入れてくれた。そして友情やセルカ、村人と交流する中で気づいたことが一つある。この村には NPC など一人もいない。全員が友情と同じくリアルな感情、自然な会話、精妙な身体動作を実現している。だがそんなことはありえない。ここは仮想世界なんだ。彼らは人間でもなく NPC でもない。では何なのか。王都、この世界の中心にあるというその都なら何らかの答えが得られるかもしれない。王都を目指し、現実世界と連絡を取る手段を探す。そしてこの世界の存在理由を見極めるんだ。ユージオはまだ来ないか。そういえばこの世界でまだ時計を見ていないな。一体どうやって時間を把握しているんだろう。なるほど。おはようキリト。なるほどって何が？おはようユージオ。いや、その1時間ごとになる鐘の音が毎回違う旋律なのに今頃気づいたんだ。そうだよ、ソルスの光のもとにっていう賛美歌を12節に分けて鳴らしているんだ。なるほどな。つまりこの世界には時計は存在しないってわけか。それなら子供の頃に絵本で読んだよ。ずっと昔、王都の真ん中にはそういう時刻みの神器があったんだって。でも人々がそればっかり見て仕事をおろそかにしたから、神様が怒って雷を落として壊しちゃったんだ。以来いつ鳴るかわからない鐘だけが人々に時間を教えるようになったんだよ。ところで
あの鐘はどうやって鳴らしているんだ。本当にキリトは何もかも忘れちゃったんだな。誰も鳴らしていないよ。あれはこの村にたった一つある神器だからね。ああ、でも今は神器はあれ一つってわけじゃないか。そうだキリト、今から神器を見てみるかい。天職はいいのか。俺は今日ユージを手伝うつもりだったんだけど。え？今日は安息日だよキリト、だから天職は休み。そうなのか。あ、ならわざわざ合流させて悪かったな。ユージオも何か予定があるんじゃないのか。いや特にないから気にしないで。アリスがいなくなって安息日も特にすることはないしね。あ、わ、悪い。いいんだ。それでねキリト、今日は村中を案内しようと思って。あ、そりゃ助かる。あのね、あのね、
今の声は。行ってみよう。どうしたんだ。英氏が獣にやられたんだ。獣？ああ、村の周囲を見回っていたんだが、突然獣に襲われてな。最近は獣の被害なんてなかったから、完全に油断していた。とりあえず、あんたは治療してもらってくれ。村の警護は村長と相談して代わりを立ててもらうから。ああ、悪い。傷もそこまで深くないし、彼は大丈夫だろう。それで、この後はどうするんです？ああ、さっきも言ったように、英氏の代わりとなるものを臨時で立てる。あとは、近くに凶暴な獣がいるのなら、被害が出る前に退治しなければならないだろう。討伐隊を結成するんですね。ああ、だがまずは数やどんな獣なのかの確認だ。お前たちも参加してくれるか？もちろん参加します。ユージもだろ。僕は。はい。うん、それでは向こうにみんなを集めるように言ってやる。細かい説明はそちらでしょう。もしかして。さてと、大丈夫か？ごめん。戦うために剣を握るなんて初めてのことで。キリト、君は大丈夫なのかい？わからない。けど村を守るためにはやるしかない。それに頼まれた仕事はあくまでも偵察だろ。剣を使うかどうかはまだ分からないさ。そうだね。戦いになるってわけじゃないもんね。よし、僕も頑張ってみるよ。獣に襲われた英氏の容体はどうです？しばらく安静にすべきだが、命に別状はない。そのことなんですが、英氏はどこで獣に襲われたのかを話しま…確か村の北側だとそう言っていたな。わかりました。ではそのあたりで獣を探してみます。
あれ？キリト！行くぞ！なんとか無事に帰ってこれたな。キリト、お疲れ様。ああ。一つ聞いてもいいか。なんだい？神聖術にはその人村の人たちは知らないだろうけど、高位の神聖術には天命そのものを増やすものもあるってアリスが言ってた。天命を増やす？例えば人の天命は赤ん坊から子供、大人へと育つに従ってどんどん増えて、だいたい25歳くらいで最大になる。その後はゆっくり減っていって70か80で亡くなるんだ。この年齢ごとの最大値を増やす方法が存在することが教会の古い本に書いてあったとアリスから聞いたんだ。でもその術は氷教会の偉い司祭だけが使える術らしくてさ、まあどっちにしろ一度ステイシアの身元に召されたら生き返ることは無理だよ。死んでも教会やどこかで復活することはないと考えて良さそうだ。死ねばおそらく現実世界で目覚めるだろう。けどそうなるとやはり王都に向かい、世界を管理する氷教会の本部で偉い司祭。ユージョ、この村には竜骨の斧よりも強い斧はないのか？斧はないけど剣ならあるよ。ほら朝に神器の話をしたろ、獣騒ぎ。